ドイツ収容所売春宿では、第二次世界大戦中、ナチスドイツによって強制収容所内に運営された囚人向け売春宿について記述する。将兵用の売春宿については、ドイツ軍将兵用売春宿を参照。日本国内では慰安婦との関連で、ボーデルを慰安所と訳す。生産性向上を目的として、ハインリヒヒムラーが発案した。 交渉制度の一環として設置され、被害女性の数は210人と推定されている。生産性の向上は認められず、代わりに女性をめぐって、囚人間で闇市場が形成された。ゾンマーンによれば、この強制売春施設は、ハインリヒヒムラーが、ソ連のラーゲリ強制労働所における交渉制度に習って、強制労働の生産性を向上させるために構想された。 ゲシタポは1942年6月にオーストリア、ドイツ、ポーランドの強制収容所などに13の強制売春施設を建設した。そのうち9カ所が囚人専用、4カ所は収容所警備のウクライナ人、親衛隊員専用であった。設置にあたっては囚人のための特別施設、または女たちの家といった遠曲表現が用いられた。施設は 通常、有志鉄線で囲われたバラックとして建てられ、小さな個室に20人ばかりの女性が、女性監視によって管理されていた。彼女らは、疾患と消耗、また囚人間の親密な交友を防ぐため頻繁に、交換された。ユダヤ人の利用は許可せず、また親衛隊の利用も禁止されていた。実際に、売春宿を利用した囚人は、ドイツ人及び、 ポーランド人の特権を持つ囚人がほとんどであった。彼らはあらかじめ登録し、決まったスケジュールのもとにライヒスマルクと引き換えにサービスを受けた。取り分は女性が0.45、警護の囚人が0.05、親衛隊が1.50となっている。後に報奨制度の改定に伴って1ライヒスマルクに減額されている。P46 引き換え権の市場は常に 囚人ヒエラルキーの上層のものによって買い占められた。すなわちグリーンマン支配いくつかの売春宿において女性たちが胸にフェルドフレと刻印されていたという証拠がある。被害女性の数は210人と推計され、114人がドイツ人、46人がポーランド人であった。この実証研究によってこれまで留付したナチスがユダヤ人女性を 強制売春させたということには根拠がなくなった。女性たちの平均滞在期間は10ヶ月で最長34ヶ月であった。食料は新英大院大ルで豊富であった。毎晩2時間、6人から8人の男性囚人を規則に従って受け入れた。強制消毒、強制中絶の対象となるものもおり、結果として死亡することもあった。 強制売春に従事する決断を、ある被害者はこう語る。あなたがもし当時のビルケナウにいたとして、指を4本切り落とせば自由にしてやると言われたら、従ったでしょう。かけてもいい、P48 ロシア人のニーナミシャヤブナは、私たちの区画のある女が選ばれたと知って、みんなでその子を捕まえて、毛布の上からひどく殴りつけ、動けないようにした。 彼女がその後回復したかはわからない。少しでもましな暮らしをしたかっただけなのに。それを私たちはそんな風に罰したのです。と回想しているハイン・リッヒ・ヒムラーは売春宿を治療と称して同性愛者の強制のためにも利用した。ハイン・ザ・ヘイガーはヒムラーが彼らにその同性愛的性質を治すために売春宿を週に一度利用するように指示したとしている。 収容所内売春という事柄は、おいげん古ンの新英大国家、ヘルマン・ラング・バインのアウシュビッツの人間、1972年のハイイツ、ヘイガーの初の著作などによってほのめかされていた。しかしながら、女性研究者が沈黙を破る90年代中頃までは、戦後の英雄も当時囚人であったことなどから、ナチズムの研究においてタブー視されていた。 2009年には、ロベルト・ゾンマーが、ダス・ケイジー、ボーデル、セックスウェル・ザ・オン・ザ・ビート・イン・ナッチオソトシ・シア・リストン、コント・セント・ラッシュン・スローガーンを発表した。彼女ら被社会的とされて収容された者たちが、国家社会主義体制の被害者として、正式に認知されるようになったのは1990年代に、入ってからのことである。P55? ありがとうございます。